今日は2年4ヶ月ぶり、7枚目のアルバムを昨日リリースしたひととようさんをお迎えしています。どうも、はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お客さんもたくさん集まっていただいて、ね、ありがとうございます。実はあの某音楽番組で、はい、この間初めてご一緒させていただきまして、共演されてましたね、はい、某宴という番組で、はい、あの番組緊張しますよね。なんかもでもすごくあの出演者さんたち皆さん仲良しですね。そうですね、結構その開始当初から決まったメンバーが結構出させていただいたりとかしていて、なんか特にアイバンさんとスミレさんが、はい、なんか投げキスの送り合いをしてたのが印象的でした。本当ですか？僕前の席で全然見えなかったですか？はい、なんかそんな仲良くなってるんですか、あの2人。いや、なんかあのやっぱ外国人乗りというか、なんかこうイエイみたいな感じで。あ、でもシンパシーを感じるところがあるのかもしれないですね、はいはい、ゆうたろうさんはカバちゃんに好かれてますよね。そうです。あ、狙われてるんですね。抱きつかれてましたよ、はい、本当ですか、うん、じゃあおめでとうございます。あのおめでたいのかはちょっとわからないんで。そうなんですよ。歌いますよ、花水結婚して。いや、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいけど、カバちゃん結婚してってそれちゃんと一生大事にしてくれるから。まあそんなね、ひととようさんにこんなメッセージが届いております。、はい、ラジオネーム、なるたろうさん、おとといアルバムをゲットして鬼聴いてます。鬼ね。ありがとうございます。、ファンクラブイベントで聴、いてからお気に入りの曲がたくさんありすぎて困ってます。なんだろう、何が好きなんだろう。あの一応書いてあるんです、ロマンスカー、そしてそワイヤレス。あですね、違いますね。多分なんですけど、はい、違います。今いらっしゃってんじゃないかな。そうなんですか。ですけど、あ、本当。あ、春太郎さん、手前の女性がね、一番前で見てくれて、一番前で今見ていただいて、声届くんじゃないかぐらいの近さにいらっしゃいますけども。、ね、さあということで早速なんですけども、1曲聴いていただきたいと思います。次をかっていうかおかけする曲は昼顔の主題歌だった、はい、そうですね、ですよね、はい、あのね、話題のドラマですよね、はい、話題のドラマ、はい、あの、はい、楽しみに毎回見てました。あ、はい、そうですか、うん、というわけで聴いていただきたいと思います、はい、曲紹介をお願いいたします。はい、他人の関係フィーチャリング、ソイラのピンプセッションズ、ナックファイブキラスタ。お送りした曲は今日のゲスト、ひととようさんの昨日リリースされた7枚目のアルバム四重奏から、他人の関係フィーチャリング、ソイル&ピンプセッションズでした。はい、この主題歌ということで ね、聞いていた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、約2年4ヶ月ぶりのアルバム、この四重奏ってアルバムは改めてどういうアルバムに仕上がりましたか。はい、私初めて今回のアルバムでアカペラの曲を入れたんですよ。 あれですね、ロマンスカー、ね、なんで今まで入れなかったんだろうって思うぐらい、あの曲めちゃくちゃいいですよね。難しいんですよね。でも私も好きで いつも聴いてますけど。あれはやっぱ楽器とは違って声でみんなでなんかこうリズム合わせてくって、大学のアカペラサークルの練習を本当に思い出しました。あれはもうひととさんと他にアカペラの人たちがいらっしゃって撮ったんですか、それとも、もうゴスペラーズの大先輩のトライトーンっていう方たちがいて、でそれが学生の頃聞いてたんですけど、でそのメンバーの方に来ていただいて、いやなんか神のような方たちとやってるなみたいな。で歌詞も可愛らしいんですよ、このロマンスカーに乗ってハイボールで乾杯してる。もうね、めっちゃキュンとしちゃったんですけど。あ、本当ですか。そうなんですよ。僕も本当なんか、わーってなった時に、一人でロマンスカー乗って箱根の方に行くんですよ。本当に。本当に。このロマンスカーに乗っていくんで。え、じゃあ何飲むんですか。やっぱハイボールも飲みますし。いや、ビールじゃなくてね、ハイボールなところがいいな。新宿のね、その、売店ではハイボールが売ってるんですよ。ね、飲まれますか、ハイボール。私も飲みます。ハイボール好きですね。いいですよね。そう、この曲すごい、ね、聞きながらニヤニヤしちゃったんですけど、そうなんです。はい、まあ、あのいろんな人たちと一緒にできてすごく満足の一枚ですね。はい、もう一つメールが届いてます、カレンさん、ニューアルバムをフラゲしてからずっと聴いています。はい、2回や、パパママで涙が止まらなくなり、心がざわめき、大変な感じが続いています。大変な感じが申し訳ないですね。この、まあ、次おかけする曲がパパママという曲なんですけども、これはどういう曲でしょうか。
これはあのお母さんを小学生の時に亡くした少女の気持ちをちょっと思い浮かべてて、はい、そしたらなんか自分の思い出が蘇ってきて、はい、なんかさらっと朝3時に詩が書けたんですよね。朝の3時に書けたんですか。なんか朝の3時バッて目開いて、わーなんかもう書かなきゃって思ってザーって書いて、それを岸谷香織さんに送って、うん、元プリンセスプリンセスの岸谷香織さんですね、はいはい、あ降りてくるんですね急に。初めてです、降りた感覚。はい、うんうん、ということで続いての曲聴いていただきたいと思います。曲紹介お願いいたします。はい、パパママ今日のゲスト人とようさんの昨日リリースされた7枚目のアルバム四重奏からパパママでした。はい、ここでお知らせです。今週末26日日曜日にタワーレコード新宿店屋上イベントスペースで午後2時からニューアルバム発売記念のスペシャルライブ&サイン会を行います。このイベントは先着順なのでぜひお早めにどうぞ。また人とようさんの全国ツアーも決定しました。11月29日土曜日に千葉青葉の森公園芸術文化ホールからスタートして全国を回り、埼玉では来年2月1日日曜日に狭山市市民会館大ホールで、最終日は2月28日土曜日に東京 EX シアター六本木で行われます。その他人とようさんの詳しい情報は公式サイトをご覧ください。はい、最後になるんですけども今後の目標を聞かせていただいていいですか。うん、はい、これね、あの来年の正月に、はい、うん、おみくじで大吉を引くって壮大な夢がある。すごい、今までそんなに引いたことがじゃほとんどおみくじ引かないんですよ。あ、はい、あの大吉って結構出ますよ。出ますか。そう、噂ですけどお正月のそんなお正月の神社は、はい、今日は入れないんですって。で大吉がすごい多いって聞いたことあるんです、じゃあそれで今日引いた人いたらもう相当ダメージ食らわなきゃ、ね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。浅草寺で俺一回引いたことあるよ。私も引いたことあります。それってお正月じゃないです。お正月、お正月、あるあるある。今日本当に、でもね浅草寺今日結構出るんですよ。どっちですか。どっちね。でもお正月はでも一般的にそう言われてますよ。本当ですか。多めに入れてくれてるんですか。うん、私結構大吉引きますよ。それは運がいいんですよ。そうそうそう、別にね、でもそんないいことない。いや気づいてないだけ で今日会えたじゃないですか。そうですね、大吉です。しかし今後の目標が大吉を引くことってすごいですね。そうですね、夢大きく夢を大きいですか。そうですね。でも大吉引いたらね、はい、こう頑張ろうって気になりますよね。お正月だと。そうですね、なんか、うん、大船に乗った気持ちになりますね。そうですよね。普段引かないのはなんか意味があったりするんですか。いや、なんか結構持ってかれるなっていう。あ、それに引きずられちゃうなみたいな。うん、なんか待ち人来たるとか、はいはい、気にしちゃう。気にしちゃいますね。そうですか。はい、だからこうあの、はい、テレビとかでも、うん、おみくじじゃなくて占いとかって言うと、はい、ギュッて目つぶりますね。見ないようにでも耳聞こえるって言っちゃう。じゃあ来年のおみくじはね、ぜひ大吉を、はい、まあ、頑張ってもあれですけどね、はい、頑張って引けるもんじゃないですけども、ね、大吉出たらここ大吉多い神社に行けばいいじゃないですか。調べんのそれ。なんかありそうじゃないですか。そういう神社伊勢神宮。伊勢神宮。さあということでこの時間は2年4ヶ月ぶり7枚目のアルバムを昨日リリースした人とようさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。79、聞いていた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、約2年4ヶ月ぶりのアルバム、この四重奏ってアルバムは改めてどういうアルバムに仕上がりましたか。はい、私初めて今回のアルバムでアカペラの曲を入れたんですよ。 あれですね、ロマンムスカーですね。なんで今まで入れなかったんだろうって思うぐらい。あの曲めちゃくちゃいいですよね。難しいんですよね。でも私も好きで いつも聴いてますけど。あれはやっぱ楽器とは違って声でみんなでなんかこうリズム合わせてくって、大学のアカペラサークルの練習を本当に思い出しました。あれはもう人とさんと他にアカペラの人たちがいらっしゃって撮ったんですか、うん、それとも、もうゴスペラーズの大先輩のトライトーンっていう方たちがいて、はい、それが学生の頃聞いてたんですけど、はい、でそのメンバーの方に来ていただいて、うん、いやなんか神のような方たちとやってるなみたいな。で歌詞も可愛らしいんですよ、うん、このロマンスカーに乗ってハイボールで乾杯してる、うん、もうね
めっちゃキュンとしちゃったんですけど、ね、あ、本当ですか。そうなんですよ。僕も本当なんか、うん、わーってなった時に、はい、一人でロマンスカー乗って箱根の方に行くんです。本当にこのロマンスカーに乗っていくんで。え、じゃあ何飲むんですか。やっぱハイボールも飲みますし、いやビールじゃなくてね、ハイボールなところがいいな。新宿のね、その、うん、売店ではハイボールが売ってるんですよ。飲まれますか、ハイボール。私も飲みます。ハイボール好きですね。いいですよね。そう、この曲すごい、ね、聞きながらニヤニヤしちゃったんですけど、ね、そうなんです。はい、まあ、あの、いろんな人たちと一緒にできてすごく満足の一枚ですね。はい、もう一つメールが届いてます、うん、カレンさん、ニューアルバムをフラゲしてからずっと聴いています、はい、2回や、パパママで涙が止まらなくなり、うん、心がざわめき、大変な感じが続いています。大変な感じが申し訳ないですね。この、まあ、次おかけする曲がパパママという曲なんですけども、うんうんうん、はい、これはどういう曲でしょうか。これはあのお母さんを小学生の時に亡くした少女の気持ちをちょっと思い浮かべてて、そしたらなんか自分の思い出が蘇ってきて、なんかさらっと朝3時に詩が書けたんですよね。朝の3時に書けたんですよ。なんか朝の3時バッて目開いて、わー、なんかもう書かなきゃって思ってザーって書いて、それを岸谷香織さんに送って。あ、元プリンセスプリンセスの岸谷香織さんですね。降りてくるんですね、急に。初めてです、降りた感覚。はい、うん、ということで、続いての曲聴いていただきたいと思います、うん、曲紹介お願いいたします。はい、パパママ。今日のゲスト、ひととようさんの昨日リリースされた7枚目のアルバム四重奏からパパママでした。はい、ここでお知らせです。今週末26日日曜日にタワーレコード新宿店屋上イベントスペースで午後2時からニューアルバム発売記念のスペシャルライブ&サイン会を行います。このイベントは先着順なので、ぜひお早めにどうぞ。また、ひととようさんの全国ツアーも決定しました。11月29日土曜日に千葉青葉の森公園芸術文化ホールからスタートして全国を回り、埼玉では来年2月1日日曜日に狭山市市民会館大ホールで、最終日は2月28日土曜日に東京 EX シアター六本木で行われます。その他、ひととようさんの詳しい情報は公式サイトをご覧ください。はい、最後になるんですけども、今後の目標を聞かせていただいていいですか。うん、はい、ね、あの来年の正月におみくじで大吉を引く、はい、壮大な夢がある。すごい、今までそんなに引いたことが。じゃあほとんどおみくじ引かないんですよ。あ、はい、あの大吉って結構出ますよ。出ますか。そう、噂ですけど、お正月の神社は、はい、今日は今日は2年4ヶ月ぶり、7枚目のアルバムを昨日リリースしたひととようさんをお迎えしています。どうも、はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お客さんもたくさん集まっていただいて、ね、ありがとうございます。うん、実はあの某音楽番組で、はい、この間初めてご一緒させていただきまして、ね、共演されてましたね。某某宴という番組であの番組緊張しますよね、なんかね。でもすごくあの出演者さんたち皆さん仲良しですね。そうですね、結構その開始当初から決まったメンバーが結構出させていただいたりとかしていて、なんか特にアイバンさんとスミレさんがなんか、はい、投げキスの送り合いをしてたのが印象的でした。本当ですか。はい、僕前の席で全然見えなかったです。あ、そうですか。はい、なんかそんな仲良くなってるんですか、あの2人。いや、なんかあのやっぱ外国人乗りというか、なんかこうイエイみたいな感じで。あ、でもシンパシーを感じるところがあるのかもしれないですね。はいはい、ゆうたろうさんはカバちゃんに好かれてますよね。うん、そうです。あ、狙われてるんですね。抱きつかれてましたよ。はい、本当ですか。うん、抱きつかれます。じゃあおめでとうございます。あの、おめでたいのかはちょっとわからないんで。そうなんですよ。歌いますよ、花水結婚式で。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいけど、カバちゃんか。結婚してって。それちゃんと一生大事にしてくれるから。まあそんなね、ひととようさんにこんなメッセージが届いております。はい、ラジオネーム、なるたろうさん。うん、一昨日アルバムをゲットして鬼聞いてます。鬼ね。ありがとうございます。ファンクラブイベントで、うん、聞いてからお気に入りの曲がたくさんありすぎて困ってます。なんだろう、何が好きなんだろう。あの、一応書いてあるんです。ロマンスカー、そしてそうワイヤレス。あですね、違いますね。で、多分なんですけど、はい、違います。
今いらっしゃってんじゃないかな。そうなんですか。ですけど、あ、本当。あ、なる太郎さん。手前の女性がね、一番前で見てくれて、一番前で今見ていただいて、声届くんじゃないかぐらいの近さにいらっしゃいますけども。ね、さあということで早速なんですけども、一曲聴いていただきたいと思います。うん、次おかけする曲は昼顔の主題歌だった。そうですね。ですよね。はい。ね、話題の、はい、ドラマですよね。話題のドラマ、はい、楽しみに毎回見てました。はい、そうですか、うん。というわけで聞いていただきたいと思います。はい、曲紹介をお願いいたします。はい、他人の関係フィーチャリングソイラのピンプセッションズ。ナックファイブキラスタ、お送りした曲は今日のゲスト、人とようさんの昨日リリースされた7枚目のアルバム、四重奏から他人の関係フィーチャリングソイル&ピンプセッションズでした。はい。主題歌ということで ね、なんか特にアイバンさんとスミレさんがなんか、はい、投げキスの送り合いをしてたのが印象的でした。本当ですか。僕前の席で全然見えなかった。あ、ですか。はい、なんかそんな仲良くなってるんですか、あの二人。いや、なんかやっぱ外国人乗りというか、あ、なんかこう、今日は2年4ヶ月ぶり、7枚目のアルバムを昨日リリースした人とようさんをお迎えしています。どうも、はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お客さんもたくさん集まっていただいて、ね、ありがとうございます。実は某音楽番組で、はい、この間初めてご一緒させていただきまして、ね、共演されてましたね。某宴という番組で、はい、あの番組緊張しますよね、なんかね。でもすごく出演者さんたち皆さん仲良しですね。そうですね。結構その開始当初から決まったメンバーが結構出させていただいたりとかして、うん、イエイみたいな感じで。あ、でもシンパシーを感じるところがあるのかもしれないですね。ゆうたろうさんはカバちゃんに好かれてますよね。そうです。あ、狙われてんですね。抱きつかれてましたよ。はい、本当ですか。うん、じゃあ、抱きつかれます。おめでとうございます。おめでたいのかはちょっとわからないんで。そうなんですよ。歌いますよ、花水結婚して。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいけど、カバちゃん結婚してってそれちゃんと一生大事にしてくれるから。まあそんなね、人とようさんにこんなメッセージが届いております。はい、ラジオネーム、なる太郎さん、うん、一昨日アルバムをゲットして、うん、鬼聞いてます。鬼ね、